それでは第21回ヘアンステークス。こちらの予想を始めたいと思います。えー、まあ人気になりそうのはナムラ・ビクターと東証フリークですね。まあこちら前走のアンタレス,ステークスの方で激突して、まあこの時は東証フリークが2着で、ナムラ・ビクターが1着だったという結果ですね。まあタイム差としてはまあないというあたりで、展開一つで今回も変わりそうなところだというところですね。 まあ、ここら辺の人気のまあ毎度毎度出てきて、やっぱり走りますので、なんだかんだ、今回のレースも硬くなりそうだなというところが大体見えますね。えまあ、どっちがいいのかなっていうところですね。で、京都1900メーターのダート。まあ、そういう条件になると、やはりどうしても欲しいのはスタミナですね。まあ、 キングカメハメハも、ンノロブロイの3区も、このコース得意にしてますので、まあ、どちらがどちらかは、まあ、選びには、なかなか難しいところなんですけれども、まあ、順調に来てる、ナムラビクター、こちらの方をですね、私は押したいと思います。えー、まあ、前々走でも2000メーター、その前も2000メーターでも、こちら結果出しているというあたりで、まあ、そうですね、こちら、まあ、前走戦8から、 まあ若干距離が100メーター伸びまして1900メーターになってもまあ何らスタ,ミナにはスタミナには問題ないというところでまあ判断しますねまあじゃあ東昇フリークどうなんだっていうところありますけれどもこちらの方もずっと前線はしていてなかなか勝ち切れてないところはありますねなのでまあこういうまあ地方ですねダイ,、えー、ダイオライト記念まあ他川崎記念 まあこういうところで、重いところでも十分、そうですね、逃げて、そのまま粘って、掲示板をほう、けな内ですね、確保しているというあたりでは、もちろん問題はないんですけれども、年齢的な伸びしろも少ないというところはありますので、ここら辺はですね、名村ビクターの方で本命にして、予想の方はしていきたいかなというふうに思います。対抗の方にもなって 対抗の、うんまあ、紐ですねそちらの方をどうするかというところなんですけれどもまあ派手に見えるのはこういう、えーまあ、ジュベルムーサーこちらですねアグネスタキオンの3区でマーチセックスの方、まあ、こちらの方を前奏でまくってきて、まあ、若干届かずの2着と。 まあそういうところではあるんですけれどもまあんコース形態も結構中山と京都違ってきますのでここら辺の直結はなかなか難しいのかなというところとこのマーチスックスは馬場が重馬場だったというところはありますのでそういう後ろからの足もなかなか聞きやすかったっていうところはありますのでまああまりここは直結しないんじゃないかなというところで疑ってかかりたいところとまあ決闘的にも 2000メーターを超えてくるとちょっと厳しいかなっていう、まあ、しわへの場合ですけど、まあそういうようなスタミナ配分ですので、ロックオブジブラルタルの方も、欧州の方で、マイルを中心に、まあ G1 はたくさん買ってるんですけれども、まあ、基本的にはマイラーかなというところで、まあ、デインヒルの検討は、結構、スタミナの方、 まあ距離適正ですね。牛図は効いてくるんですけれども、まあ今回はちょっと後ろから行くと速い流れでついていってそのまま伸びきれない足が届かないんじゃないのかなというところもありますのでちょっと別の馬選んでいきたいと思います。まあやはりスタミナあるかどうかといえばディープインパクトそしてブライアンズタイムの血を持ったこの馬ですね。 ここら辺からまあ刺してくるかどうかえー、まあグランプリブラッドこちらがいいのではないかなとあとは前に行ってそのまま逃げ残れるかどうかというところで名称コロンボですねえー、まあこちらも父マンハッタンカフェでスタミナの方はありますし一応評価したいという点では まあ前走ですね、東京 1600m、ここを逃げ切るのは非常に難しいコースなんですけれども、まあ、ここを逃げ切っての、まあ、鼻差ではあるんですが、勝利をしたというあたりで、えー、まあ、方告派の気配ですね、うかがえますね。で、3走前の方も、中京の方で逃げて、大楽昇4馬審査ですね、こちらの方も、えー、勝っているというあたりありますので、まあ、距離が伸びてどうかという不安は、 あるんですけれども、まあ、下手に後ろから行く距離は前でどこまで粘れるかという間にかけた方が馬券的には面白いかなというところで、えー、こちらの名称このぼ、えー、馬券の方にも入れていきたいと思います。予想としては以上になります。ご視聴ありがとうございました。